締名駅は、かつて、福岡県かすや郡締名町に所在した日本、国有鉄道菓子線と、勝田線の駅である。菓子井線旅市支線の1985年1月1日廃止により、一般駅から旅客駅となり、勝田線廃止とともに1985年3月31日、限りで営業を終えた。当駅は、海軍単鉱第五行の開港によって、 石炭運搬用の貨物駅として1909年に、博多安鉄道の貨物支線で、坂戸駅から分岐である旅石支線の貨物駅として、開業した。海軍炭鉱第五鉱の出炭の石炭を、先の海港の新原の海軍炭鉱からの石炭と、共に、西、戸崎の石炭桟橋へ、運炭を開始した。年にもう一社の、筑前三宮鉄道が、 旅客駅である新締め駅を開設した。広瀬鉄は海軍炭鉱が末町の旅石に第六鉱が開け鉱のため締めから延長して旅石駅を開業した。後に1942年の陸上交通事業調整法により両鉄道が九州電気軌道に合併され駅は新たに合併で普通駅の締め駅して駅債を消された。その後、 1944年には戦時買収により国有化された。海軍炭鉱は廃線による海軍消滅に伴って国鉄に移管されていた旅石第六鉱の石炭産業衰退と国鉄の蒸気機関車の廃止と電化、内燃化による並行により旅石駅が廃止となる。結果として旅石支線の締めから旅石間は廃線となる。 坂戸締め館は海軍炭鉱が運輸省文字鉄道局締め工業所を経て日本国有鉄道指導目工業所となった後閉山にしたが跡地の一部を自動車販売の会社へ貸してモータープールを設置されて残存し運転列車が走っていたカシーセンタビ線旅支線に自動車運搬列車が走っている光景が廃島際まで見られたがしかし赤字路線として廃止されることとなったため モータープールも廃止され、駐車場の跡地が史跡として整備されるまで残っていた。勝田線は海軍、国鉄の締め炭鉱の石炭は輸送はしていなかったが、下海駅から分岐の三菱勝田炭鉱、専用線から石炭列車が蘇生されて勝田線で多数輸送していた。勝田線が輸送になっていた三菱勝田炭鉱も閉山となり、 貨物列車の筋を抜いたところを旅客列車に当てれば、大福岡市の近隣であり、路線バスが多数運転されている地であるので、旅客化をすれば、現在の貨市線のようになったと思われると、地元民が残念がっているが、単に貨物の筋を抜いただけで、細々と旅客輸送を行っていたため、特定地方交通線に指定され1985年に、貨市井線旅石支線と共に廃止。 投資名駅も運命を共にした。後の学会で地元民が数多く運転されていれば客として乗ることができたし、現在のバスのみでは渋滞で時間がかかるので廃止に賛成したことを悔やんでいると声があった。かつた線の廃線時は島式ホーム一面二線と貨物側線一本となっていた。駅本屋も石炭貨物で賑わった時代の名残で、 かなり大きいものとなっていた。カシー線ビー支線の方は、北側の末川橋梁を渡り終えた位置から場内となり、点鉄機で線路を多数分岐し、一部は先端工場の下になり、ホッパーの取り付けられている部分もあり、石炭運搬貨車に積み込めるようになっていた。その先に大渡りと呼ばれた渡り線があり、かつた線の線路と連絡していた。 大渡りの先でも点鉄機で分岐させ、貨物ホームが設置されていて、炭鉱の用品庫と向き合っていた。この部分を使って、廃止間際まで行われていた自動シャンパンの荷下ろしを行っていた。この部分の南側の線路が先に廃止された旅石へ、伸びる線路が付設されていた。現在、この用品庫の部分は、バス通りへ変わっている。石炭積み出しの部分は、セメント工場や、 スーパーマーケットが立ち並んでいるが、一部分残存している箇所もある。昭和35年度の利用者数は3078人だった。鉄道統計年報より。締め鉄道記念公園から望む締め工業所、立工屋倉かつて、締め駅は海軍軍艦で使用される石炭の採掘のために、締めに海軍炭鉱第五鉱の開港による石炭輸送のために、 博多湾鉄道によって貨物駅として設置されたもので、隣に開設された旅石駅も海軍炭鉱第六港の開港による石炭輸送のために開設された貨物駅であった。その後に筑前三宮鉄道によって旅客駅の新締め駅が開設。戦時統合で西鉄となって両駅は新たに普通駅、締め駅とされた。戦時買収で国鉄となって営業が続けられた。 石炭輸送のため旅石の第六港の並行により旅石駅は廃止され、国鉄化 C 線旅石支線となっていた締めから旅島は廃線となった。締め駅の近くに海軍炭鉱の本部も新原から移転してきていた。廃線による海軍解体により、海軍炭鉱は国鉄による SL 用の石炭を採掘する炭鉱となったが、締め駅の近くに本部事務所があったため、 国鉄締め工業所と名付けられた炭鉱があった。この炭鉱の意向として1943に、海軍の建設による高さ9.5メートルの締め工業所、縦鉱屋倉が近くに現存している。廃駅後に復元された旧勝田線の駅名標廃駅後後跡地の貨物ホーム付近は、セメント工場やスーパーマーケット及び道路に、旅客ホームは締め鉄道記念公園となった。 現在、ホームの途中を道路が横切っているため、ホームは分断されており、道路をまたいだ先にもホームがある。保存は、駅設置のきっかけの貨物ヤード、先端工場等の貨物駅部分が、歴史的には重要であったが、一般的には、駅として見えず廃止後に、しばらく残存していたが、旅客ホーム付近を除き道路等に転用され、旅石支線の末川橋梁も、 縦子屋やの保存シンポジウム等が開かれていた、近年まで残存していたのであるが、撤去されてしまうに至ってしまった。ありがとうございます。